昔昔、丹沢の秦野というところに一人の百姓がおった。ある日、昼飯を食べた後一休みしていると、掛布が石をどうするんじゃ。一日の仕事が終わってその帰り道のことじゃった。なんじゃこれは。なんのおまじないじゃ。何気なく石を蹴飛ばすと、これまで見たこともないような立派な栗が出てきた。そこで石のあるところを掘ってみると、また栗が出てきた。ここら辺りでは見かけんええ栗じゃな。すると小石はここに栗があるという目印じゃな。それにしても誰がこんな。まあええわ、栗が出てくるんじゃから。いけないんだ、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 うん、いけないんだ、いけないんだ、それはな、わしの栗じゃ。なんだ、お前のか。ふん、これはな、わざわざ丹沢まで行って取ってきた栗じゃぞ。わざわざ丹沢までな。そりゃ悪いことをしたな。うまく隠しておいたのに、どうやって見つけただ？うまく隠した？泥棒のくせしてずうずうしい。よく目立つように隠してあったぞ。覚えてろ。それからというもの、うちの外に出しているものはみんなかけすが持っていってしまうのじゃった。百姓は尺に触ってならんかったが、空を飛ぶ鳥だけにどうにもならんかった。ん？シシ、あっちへ行け。今日のかけすはいつものかけすと違った。おや、
今日は元気がないの？わあ、取られた。何を取られたんじゃ？大切な魚も米も梅干しも柿もみんな取られた。そりゃあみんなわしから盗んでいったものじゃないか。お、そうか。ところで相談があるんじゃが。相談？かげすは取ったものを苦心して隠しておくのじゃが、それをキツネやニワトリやイノシシやカラスにみんな取られてしもたのじゃった。わしだけの目印がみんなにどうしてバレるんじゃろうか。目印っちゅうのは土を盛り上げて石を置くあれか。わしだけにしかわからん目印はないものかの。お百姓はこのずうずうしいかけすを懲らしめることを思いついた。一つだけ方法がある。それを教えてくれ。教えてやりたいが人間だけの秘密やからの。そこをなんとか。わしのものを取らないと約束するんなら教えてやってもいい。もうこれからは決して盗みはいたしません。どうか。ま、それなら教えてやろう。はあ、ありがとう。そんなにせんでもいい。ありがとう。今教えるから。それはな、雲じゃ。雲。雲の下に埋めるんじゃ。そうすりゃ雲が目印になる。なるほど。それなら地面に何の印もいらんわい。隠すんなら栗がええな。かけすはすっかり感心して、よく晴れた空にぽっかり浮かんだ雲を目印にすることにしたそうじゃ。そうしてかけすは丹沢の山で特別上等の栗をたくさん集め、それを雲の下に埋めたそうじゃ。隠した栗をすっかり掘り出して、穴を元通りにして家へ帰った。そうしてその翌日。大変じゃ。ちょっと来てくれ。大変じゃ。ない。ほう、今日は雲が多いの。目印の雲がどれかわからなくなった。慌てることはない。昨日の雲を見つければええんじゃ。それでその雲は？あの雲じゃないか。ないああどうしよう。ないあの雲じゃなかった。それじゃあれかな。ああ
ギャ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 。あ、ない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 。こうしてカケスは今でも雲の下をギャーギャーぐるぐる回っとるそうな。